フィリーズのブランドン・マーシュ外野手26が9日、日本時間10日、本拠でのドジャース戦を前にエンゼルス時代の同僚だった大谷翔平投手29に言及した。リーグ1位の勝率644を誇るフィリーズ、同2位604のドジャースの対戦は10月のポストシーズンも見据えた前哨戦ともなる。それだけにマーシュは、 二つの競合チームが激突するんだ。選手たちはこんなシリーズのためにプレーしている。向こうにも、こちらにも、良い選手がたくさんいる。フィラデルフィアは楽しい雰囲気になるはずで、素晴らしい三試合になるよ、と胸を躍らせた。かつての同僚、大谷とは、いや、まだ翔平とは会っていない。彼は自分のやるべきことをやり、 ゲームの準備をしている。試合前にはここで会えるだろう。と練習終わり直後には再会は叶わなかったものの試合前のアップ中にグラウンドで握手、ハグして談笑。休校を温めた、大谷とはエンゼルス時代の22年にサンドバルも含め、一緒に焼肉を食べるなど、仲が良いことで知られている。ドジャーブルーのユニフォームをまとった大谷に、 ちょっと違うね、とまだ見慣れないとしながらも、彼のことがハッピーだし、彼自身もドジャースの一員になってハッピーに見える。彼がハッピーなら私もハッピーなんだ。私は彼の大ファンで、彼は私に多くのことを教えてくれた。彼はブラザーでもあり、いつでも応援している。だから彼がハッピーなことがハッピーだよ。 と、エンゼルス時代と変わらず楽しくプレイしている大谷が見られることが嬉しいと語った。また、昨週の右肘手術からリハビリ中である大谷のここまでの活躍ぶりに、結出しているという以外の何者でもない。すべての打撃カテゴリーでトップにいる。これ以上はありえないくらいだ。フィリーでのゲームでは彼の貢献を最小限にするためにベストを尽くす。 彼が今季、やっていることはとてつもなく、どんな賞賛にも値する。さっきも言った通り、私は彼の大ファンでいつも応援しているよ。とチームとしてはライバルでありながらも個人的には応援しているとした。フィリーズはハーパー、シュワーバーの主力2人が復帰し、スタメンに名を連ねた。大きいよ。彼らと対戦するためには、 私たちは彼ら二人がラインナップに名前を連ねる必要があった。ドジャースは本当にいいチームで、いい組織。私たちも同じだけど、カイルとブライスが必要だった。重要な対戦だし、楽しいものになるだろう。ファン、選手たちが楽しめるカードであり、ワクワクしているよ、と声を弾ませた。